ソフトバンク2-0阪神、14日、みずほペーペードーム。ソフトバンクがパリーグ一人勝ちで両リーグ最速40勝に到達し、2位、日本ハムとのゲーム差を8に広げた。また、貯金は今季最多の22とし、交流戦では首位の楽天に1ゲーム差に迫り、逆転優勝に望みをつなげた。写真、終わってみれば値千金左越えに先制ツーランを放つ広瀬。本拠地初お立ち台に上がった2人の若鷹が輝いた。両チーム無得点で迎えた5回、西からプロ初スタメンだった8番、笹川がプロ初安打で出塁。盗塁も決めてチャンスを拡大すると、9番、広瀬は阪神先発。伊藤勝の高めボールを左翼ホームランテラスへプロ1号の先制ツーランを運び、これが決勝点となった。小久保監督も、阪神先発の伊藤勝がコーナーをつく彼らしいピッチングで打ちあぐねてたんですけど、今日は若い力と言いますか、久しぶりの筑後ホークスの活躍で勝てました、と2人を称賛。2軍監督時代から手塩にかけて育てた笹川については、この時期に1軍に呼べるとは正直、思っていなかったですね。成長スピードが速いというか急に伸びたという感じ、と話した。そして、主君の一発の広瀬についても、彼らしい高めのさばきと言いますかね。真ん中付近はあまり打っていないんですけど、高めのボールは強いですね。僕も直接は知らないんですけど、慶大の先輩の正木が悪球打ちと言っていたので、多分間違いないと思いますね。同じ大学でやっていたので、とジョークを交えながら活躍。